ベルサティスは、ルノーが製造、販売していた自動車である。2001年に、ルノーの最高級車種である、ルノーサフランの後継型として発売された。ヨーロッパで、最も権威のある衝突安全性テストである、ユーロンキャップの5つ星を獲得するなど、高い安全性を持つ。2005年4月にフェイスリフトモデル発表。フロント周りのクロームパーツの使用が抑えられるなどの、 衣装変更が施された。2009年8月27日生産終了。総生産台数は62,201台であった。参加のルノーサムスン自動車と共に新型の方向性を探っていたが2009年後継車種の開発を断念したことが発表され、一時は E セグメントからの撤退が明らかにされた。しかし2010年6月に3代目。 ルノーサムスに SM5 をベースとしたラティテュードが発表され、これが実質的な後継モデルになっている。ルノーの事実上の参加である日産自動車の車種と販売上を競合することもあり、ルノージャポンによる正規輸入は見送られた。日本国内には数台が並行輸入とディーゼルエンジン供給元のイスズ自動車のサンプルの形で入ってきているのみである。エンジンは 日産の V9 型の3.5リットル V6 ガソリン、イスズ製の3リットル V6 ディーゼル、ルノー製2リットル L4 ガソリンと2.2リットルディーゼルの4種類。ありがとうございます。